最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられており、避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたいだね。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。そうだね。さて今回は尖閣諸島に巨大建造物を建設し、実効支配を強めている中国について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だよね。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だが、今回はここに日本が建造物を作るのか?という部分なんだが、尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員だったな。今やタカ派として名高い高市早苗だが、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しているぜ。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたんだ。女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置き先候補として必ず名前が挙がった小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺移転、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたようだね。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名です。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだぜ。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だったね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だけど、そう思っていないのが中国であり、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられているんだ。その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したってわけ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したみたい。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土だったよ。1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だぜ。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だが、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したが、
何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよな。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけど、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだよね。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思われ、当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたんだが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相であり、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだぜ。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたのか気になるところだな。国防国防とお題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないよね。尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったんだ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないわけだし、日本のものは何もないからという理由もあるみたい。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだろうね。また、高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘しているぜ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見であり、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだな。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしく、平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたんだけど、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだけど、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じているよ。日本が頼るアメリカだけど、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているね。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるんだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法とも取れるよな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようで、現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、
自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるよ。こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるだろうね。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン安と中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場であり、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないんだよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見であり、賛成意見も多いってわけだ。そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月28日、台湾南部の高雄市内にある台湾国際造船において、台湾が初めて自主開発して建造した海軍海鯤級通常動力型潜水艦の、一番艦の進水式が蔡英文総統出席のもとで執り行われ、新型潜水艦が正式に海鯤と命名されたよ。艦首が中華民国台湾国旗で覆われた海鯤の前で蔡英文総統は、歴史はこの日を忘れないだろうとした上で潜水艦の自主建造はかつて我が国においてはミッションインポッシブルとみなされていたが、今日我々が独自に設計建造した潜水艦が皆の目の前にあり、我々はミッションを成し遂げたのだと語ったようだな。さて今回はそんな台湾の新潜水艦である海鯤の建造に日本が関与した可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海鯤は2020年11月24日に国有造船会社の台湾国際造船で寄港されていたもので、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻建造する計画として、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされているよ。今回進水した海鯤は今後、偽装工事が進められて各種の海上試験などが実施された後に台湾海軍に収益することになるが、その時期について蔡英文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声も上がっているみたい。海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦に対する命名規則にのっとって海プラス動物名とされ、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものなんだ。海鯤は全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありで、国産とはされているものの戦闘システムはアメリカ合衆国のロッキード・マーティン製のものが採用され搭載されているほか、魚雷もロッキード・マーティン製のものを調達する予定であるというぜ。台湾海軍では現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有して運用しているが、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しい海虎でさえ1988年に就役していてその艦齢は36年に達しているな。このシャチは現時点の台湾海軍では虎の子とされている海琉球通常動力潜水艦の2番艦で、基準排水量2300トン水中排水量2600トン全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートル、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射艦からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされて現在においても通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の潜水艦としてその全てが退役している渦潮型潜水艦や、
2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばず、中国軍の哨戒能力でも探知が可能と見られていてさほどの脅威とはなっていないんだ。この海流級潜水艦はオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦の改良型で、台湾海軍は当初スフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、中国がオランダ政府に対して購入を阻止すべく強烈な外交圧力をかけたことによって、わずかに2隻のみの購入で終わってしまった経緯があるんだよね。その他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦に至っては、いずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたもはや骨董品ともされている存在なんだ。そのうちの1隻海士は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され基本排水量1870トン水中排水量2440トン全長95メートル全幅 8.33 の艦隊に、533mm 魚雷発射艦を10門備えているものの、近年では艦隊の耐圧からに歪みがあることが発覚したた。金属疲労が随所にあることなどから水深20までしか潜れないとの噂が挙げられているな。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン水中排水量2415トン全長95全幅 8.3 メートルと海士ほぼ同じ大きさがあり、兵装も533メートル魚雷発射艦10門を備えているが、現代の潜水艦では装備されていない5インチ砲 40mm 機関砲、20mm 機関銃が艦上に装備されたまま運用されていて、全近代的な潜水艦として海士と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと見られているぜ。このように台湾海軍の潜水艦は海流級2隻はまだしも、アシカとアザラシの2隻は寛令80年近くにもなることからとても戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないんだ。近年、イギリスから返還され一国二制度を約束していた香港をほぼ自国に飲み込んだ中国は、次は台湾とばかりに外交的及び軍事的な圧力を強めていることから、台湾では中国本土との間に横たわる台湾海峡の防衛における抑止力として、最新鋭の潜水艦必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国各国は主要貿易国である中国との摩擦を懸念して台湾への売却を拒み、台湾支援を表明しているアメリカ海軍では売却可能な通常動力潜水艦がもはや存在していないため、欧米や日本の潜水艦技術導入によって自国での潜水艦建造を計画することとなりその準備が進められていたね。この潜水艦建造計画では2500から3000トン級の通常動力潜水艦が計画されていたものの、それらを建造した経験のない台湾の造船業界にそれだけの能力があるかどうかは未知数であったことから、計画通りに8隻が揃うのは2030年以降になるのではないかとの見方もあったんだけど、2023年中に一番艦海コンが浸水したことからそこまで遅延しないであろうとの見方も出ているよ。これには潜水艦の建造技術を持つ、少なくとも7カ国の海軍及び軍需産業関連企業などが台湾を支援しているものとみられ、先に述べたアメリカのロッキード・マーティン社の他にイギリスの企業もまた支援したとの情報があるほか、カナダ、韓国、オーストラリア、インド、スペインの5カ国から技術者、元海軍士官などを雇用したとロイター通信などが報じており、台湾のシンクタンクは潜水艦建造技術のうち6割は台湾独自のものだが、4割は欧米などからの技術輸入に頼らざるを得ないと指摘していたみたい。ただ、アメリカが台湾海軍に提供する魚雷ワンク48モド 6AT と呼ばれている高性能の大型魚雷で、
中国海軍の空母や揚陸艦などの大型艦を撃沈する能力があるものの、オーストラリアやオランダに輸出されている最新タイプよりは旧型であり、このことをアメリカが中国を必要以上に刺激することがないように配慮しているのではないかとの見方があるな。また、海軍では X 火事が採用されているが、この X 火事はそれまでの潜水艦の多くが採用している十字火事と比べて、火事の面積が広く水中運動性に優れているほか、待ち伏せ攻撃などで着底する際や岸壁に接岸する際に火事を損傷する可能性が低いことなどがメリットとされているぜ。日本の海上自衛隊の主力潜水艦においても双流型と太平型にこの X 火事が採用されていることから、台湾の潜水艦開発に日本が関係しているのではないかとの噂が出ているんだけど、X 火事についてはそれ以前にスウェーデンで採用されるなどしていて、日本独自の技術ではないんだよね。また日本が支援したとするもう一つの根拠として、海軍の進水式に日本の中台湾機構である日本台湾交流協会台北事務所の岡島博之副代表が出席していたことが挙げられているぜ。日本の代表ところのメンバーが、台湾の武器の引き渡し式典に出席した前例はない。そのため、日本の企業が台湾の潜水艦自主建造に何らかの協力を行い、それを日本政府も容認したのではないかというんだけど、これについても西側諸国が台湾を支援していることをアピールするためにアメリカ側から出席を要請されただけとの見方もあり、日本が台湾の潜水艦建造に深く関わったとする証拠にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したよ。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいな。さて今回は F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかという件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この業務は、航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ橋家を研究するものだね。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたんだ。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったので、当然の成り行きとして選定したということだな。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうぜ。この会社しかないのは分かっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのはちょっと邪推してしまうよ。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能なんだって。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だから、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているみたい。ここで F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくよ。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、橋家アルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって橋家を重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊軍はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには総海隊軍を両用船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。
F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の島嶼防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や香川を敵の矢表に立たせるわけにはいかないから、はしけプラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこま抜いて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもありえるよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでもいけるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中 SAM かい？ブースターもつけて長射程版と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロー船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロー船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の泊まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろんな意見が見受けられたね。ちなみにロロ戦とは、
貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだよ。海事の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするんだろうな。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところだが、橋家の利用についても高評価が多いと感じるけど、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるし、橋家自体は、普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、どうなんだろう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せて良いのかなとも不安になるのもわかるが、そのあたりは専門家がしっかりと考えてくれるはずだぜ。そうだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。